皆さんこんにちは。伊豆高原ダイビングスクール渋谷店エグザミナーの佐藤です。よろしくお願いいたします。はい、本日はですね、過去に僕が上げた動画の中の、スノーケリング事故に関して、こういうところを気をつけましょうねっていう動画をね、前に出したんですけども、それがねなんかじわ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 再生数が伸びてて、需要があるんではなかろうかと思いましてね、今回はそれの続編っていうところをちょっとお話ししていきたいなと思ってこの動画を撮っておりますね。今回の動画見ていただければスノーケリング事故に遭わなくなりますと。でこれはなんでスノーケリング事故に遭わなくなるのかっていうと、ダイビングでは一番最初に教わることなんですよ、これって。今からお話しすることって、なので一般ダイバーの方は普通に常識としてあることなんですけれども、スノーケリングを楽しんでる人のほとんどはスノーケリングっていうものを習わずに自己流でやってる方っていうのがもうほとんどだと思います。なので今から聞いていただく話を、守っていただく、もしくは自分のお子さんであったりとかね、場合によっては自分のお父さんとかの年齢ね、ちょっと高めの方なんかに教えてあげたりとかすると、スノーケリング事故っていうのをしっかり防げるようになりますんで、ぜひ参考にっていうか、これは守っていってくださいねっていうお話です。もうほんと基本の部分なんでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではね、今日やっていくっていう話なんですけれども、3つの確保というところからお話をしていきたいなと思います。この3つの確保をしっかりやっていただければもう溺れることがないです。本当です。はい、なのでこれを覚えていってください。よろしくお願いいたします。それではまず1つ目、3つの確保のうちの視界の確保っていうお話をしていこうかなと思います。マスクね、ダイビングマスクってこういうのを使うわけですよね。で、このマスクをこうやってしてるとね、このようにしていると鼻まで入るんですよ。スノーケリングのマスクも同じような形なので、マスクの中に水が入らなければ鼻から水飲むことがないんですよ。ただ口だけでの呼吸になってしまうので、ちょっと息苦しいなーっていう時があるんですよね。でそうするとスノーケリングやってる方ってすぐこうやってデコマスクって言ってるんですけど、このような形になりますよね、しちゃいますよね。でそうすると、波をかぶった時に目の中に塩水入りますね。そうすると目が痛くなって慌てちゃいますよね。で鼻出てしまっているんで鼻から水飲んじゃいますね。そうすると慌ててしまいます。なので、スノーケリングの最中、足のつかないところでは絶対マスクは外さない、このデコマスクにしてはいけませんっていう話なんですよ。でこれをつけていれば顔にどれだけ海水波がバン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 かかったとしても、視界っていうのは常に良好ですよね。なので、マスクはデコマスクにしちゃいけませんよ、つけっぱなしにしておくんですよっていうのが、1つ目、視界の確保というお話でした。でこれに似てるような感じなんですけども、呼吸の確保っていうのが2つ目にあります。で呼吸の確保っていうのは、スノーケルを常に加えておいた状態にしてくださいねっていう話なんですよ。なので水面こうやって浮かんでる時にはマスクとスノーケル、これは装備した状態ね、マスクをつけてスノーケル加えてる状態で外しちゃダメなんですよ。なのでマスクスノーケルは絶対外さないね、視界の確保、呼吸の確保は必ずした状態でいてくださいねっていうのが2つ目、呼吸の確保というお話でした。で最後3つ目の確保っていうのは、これは浮力の確保と言いまして、ダイビングではね、よくこういうウェットスーツっていうのを着るんですよ。で、スノーケリングなんかでもウェットスーツ着るよ、僕らは着てますよっていう方いらっしゃると思うんですけれども、ウェットスーツって、薄いウェットスーツと厚いウェットスーツっていうのがあって、厚手のウェットスーツっていうのは浮力がしっかりしてるんですね。これを着ていればほぼ沈むことはないです。多分、泳ぎが上手でない人はこのウェットスーツを着た状態で素潜りすることはできないです。なのでウェットスーツをちゃんと着ましょうというところです。でここで注意していただきたいのは、
ウェットスーツにも厚さがあるよっていうお話ししたんですけれども、最低限5ミリ以上のウェットスーツを着といていただければ、比較的安全なのかもしれないですね。なのでウェットスーツ、ね、ぜひぜひおすすめです。あの5ミリ以上のウェットスーツを着るようにしてください。なので例えばレンタルをするときに、5ミリウェットスーツはありますかっていうふうにお店に質問をして、自分に合うサイズの5ミリのウェットスーツ着ていただければ、ライフジャケットは多分着なくても、しっかり浮いてられると思います。ただまあ場合によってだったりとか、その人の体型によったりとかね、ウェットスーツ5ミリのものでも使い古していい、ペタペタになってしまえば浮力が全然なくなってくるので、まあ、その辺は浮力のちゃんとしてるスーツっていうのは選ばないといけないんですけれども、ウェットスーツしっかり着ていただければ、浮力もしっかり保てます。この3つの確保からちょっと外れちゃうんですけれども、岩場に擦ったりとかして、怪我をすることもないんで、安全なところになりますよっていうんで、ウェットスーツは着用していただいてね、やっていただけるといいんじゃないかなと思います。でこれでしっかり浮力を確保しておけば、溺れることはないですよっていう話ですね。でそれにプラス、もちろんライフジャケットなんていうのは着ていただいてもいいと思います。ただライフジャケットもきちんと着ないとスポンって抜けたりとかすることがあるので、ライフジャケットよりもウェットスーツの方が脱げることは少ないと思いますね。なので、動きやすさだったりとか、水温でね、太陽の低下とか、ね、天気の悪い日とかっていうのは、沖縄なんかでも全然寒いなって思う時はあると思うんですよ。なので、ウェットスーツおすすめです。5ミリ以上のウェットスーツを着てスノーケリングをしとけば比較的安全じゃないかなと思います。はい、本日はですね、まとめていきますと、3つの確保っていうのがありますよと。マスクを水面では外しちゃダメですよ、デコマスクにしてはいけませんよっていう話でしたね。スノーケルも常に加えておいた状態にしておいてください。でそうすると視界の確保と呼吸の確保っていうのができるようになります。で、ウェットスーツを着ていただければ、5ミリ以上のウェットスーツを着ていただければ浮力がしっかりしているので、溺れるっていうリスクはグッと減るんじゃないかなと思っております。でこの夏スノーケリングで遊びたいよっていう方、ぜひぜひこの動画参考にしていただいて、マスクね、スノーケル、ウェットスーツしっかり着ていただいて、着用していただいて、途中で外さないっていうのがすごく大事なところです。で、こういったところを守っていただければ事故っていうのは絶対防げるようになりますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご安全に遊びましょう。はい、失礼します。